こんにちは。大名パンダのすめでございます。佐野でございます。佐野さん、はい。まあ今日もう9月中旬ですね。ですね。はい。でまあまあこの YouTube とか、はい、お店のブログとか Instagram とか、はい、まあもうどんどんねこう秋冬物のねネタをまあどしどしご紹介してってるわけですけども、してますね。みんな思ってますよね。うん、暑いと。マジで暑い。今日はですね、はい、まあ、この3連休のタイミングですよね。うん、でも今日もだって天気予報を見てたら福岡も今最高気温37度。 37? このタイミングで暑そう。まあまあこの暑さが、まあ、ある意味このもう本当夏の最後の残暑というか、うん、みたいなんですよね。はい。まあ、とはいえそら35度なんて超えてきたらもうたまったもんじゃないぞ、暑くてと。間違いない、はい。もうまだまだ、いやいや秋冬の服なんてまだいいですみたいな方もさぞ多いことでしょう。でしょうね。はい、わかります、その気持ち。うん、でも安心してください。お、今日の主役は季節関係ないんです。関係ない、関係ないです。ズバリ今日の主役は靴です。靴、はい。パンダのじゃあまあまあ定番的なというか靴のスタンダードといえばローファー。そう、まあローファーね大好きだからむしろローファーばっかやっちゃう説があるよね。パンダ、確かに確かに、はい。だからまあよくね足元で言えばローファーを履いてくださる方がまあパンダでは多いんですけども、はい。まあ今日はズバリスニーカーです。スニーカー、はい。まあまあそんなローファー好きの方にもまあまあ革靴とちょっと違う、もうちょっと楽ちん履きっていうイメージでのスニーカー好きの方にも、はい、おすすめできるスニーカーとして今日は、ペリコサニーのスニーカーをご紹介したいと思います。まあまあペリコサニーのねスニーカーはもうまあ要はスリッポンですよね、はい。代表格は、はいはい、いろんなモデルありますけども、そのスリッポンはまあこれまで継続的にパンダでも展開してきてますですね。そしたらですね、はい、まあ今回は初登場です。お、今回のモデル初登場でもうある意味ちょっと一番パンダのスタイリングにマッチするんじゃないかと、マジっすか、思われるモデルがついに出ちゃいまして、出ちゃった、ご紹介したいと思います。いや、こちらでございます。来ました、どどどん。まあこちらもスリッポンです。スリッポン、はい、はい。でまあペリーコといえばやっぱりスリッポンだというところでやってますけども、うん、はい、ちょっとこれまでとはですね、まあまあパッと見というか、はい、もう違うし、はい、ちょっと印象もぐっと違います。おー、でやっぱまずデザインですね。うん、まあ、デザインのまずはこのまあ要はアッパーのこの雰囲気だけ見ると、はい、もうほぼローファーですね。ですね、はい。だからまあイメージ的にはスニーカーとローファーを足して割ったぐらいの、まあ、ある意味いいとこ取りな、デザインっていうのがこのモデルの特徴だと思います。素晴らしい。でやっぱり特徴的なのはこのメインのところにありますけども、このモカシンの縫いですね、うん、のデザインっていうのがこれまではどちらかというと定番のやつってプレーンな、ね、シンプルなもうつるっとしたようなアッパーのデザインだったんですけども、はい、これの、モカシンのこのデザインが入ったっていうところがまず一番、まあ、よりなんか革靴ライクな、うん、印象のデザインになったかなというところだと思います、はい。でその見た目的な部分とフォルムですね、うん、もやっぱちょっとこう改良されてまして、はい、今までのペリーコサニーっていうと定番的なやつなんですね、はい、もう少しちょっとぼってりしてというか、もう少し丸みを帯びてる雰囲気だったんですけども、確かにややこちらは2にかけてちょっと少しスマートになった印象で、だから履いた時の印象とか見た目の雰囲気とかはよりちょっとこうスマートでスタイリッシュ、要は簡単に言うとこの昔のデザインとスマートになった形っていうので、よりちょっとこうドレス向きというか、なんかより大人っぽい雰囲気のデザインだったかなと思います。はい、まあ、っていうところで、はい、もう分かりやすく比較してみようと思います、はい。こっちがですね、これまでと定番で展開してきたモデルです、うん、でこちらが今回ご紹介する新しいモデルですね、うん。まあ、もちろんその言ってた通り昔のデザインが入ってますので、はい、まあ、パッと見での印象も全然違います。違いますね。と比べるとやっぱりこの先にかけての絞り感というか、うん、もう雰囲気もやっぱちょっと違うなっていうところと、はい、分かりやすく言うとですね、はい、ソールも全然違います。はい、並べると分かりやすいかなと思うけど、あ、こんな感じ全然違いますね、はい、やっぱ定番のモデルって、はい、これは特徴的なのはどちらかというとちょっとソールが厚めですね。厚い、はい、
このソールが厚めだったのが特徴的だったんですね。はいはい。で、それはそれでもちろん良くて、はい、では今までのよりカジュアルな格好の時に使いやすいよねっていうところで、このスリッポンは人気ありますと。はい。で、今回のより進化版っていうのは比べると全然違うんですけど、ソールが厚みが薄くなりました。結構ですね。はい。だから要は、見た目の昔の縫いも、この先にかけてのフォルムもそうなんですけど、はい、やっぱソールのボリューム感も違うっていうところで、はい、やっぱり雰囲気はスタイリッシュにこう進化したなっていうところですね。なんかスマートな印象。はい、だからよりは、なんかめちゃかな、イージーな、カジュアルな雰囲気とけばこの辺のボリュームのあるもいいよねっていうのと、はい、やっぱこっちはですね、カジュアルな格好ももちろん合いますと。はい、で、もう少し、ちょっとこう大人っぽいというかドレッシーな格好の時にもより合うようになりましたね。確かに、うん、例えば、まあ、ドレスパンツですね、はいはいはい、ちょっとドレスパンツに足元スニーカーっていう外しの時もいいし、まあ、ジャケットパンツね、こうジャケットスタイリングの時にも、まあ、この辺のボリューム感ぐらいが、まあ、主張がこういい意味で控えめというかですね、っていうところで、まあ、よりこう幅広くですね、はいはいはい、ちょっとこうもう少しこの辺ってソールが厚みで苦手だったなって方ももちろん少なからずいたと思うので、これは全然大丈夫ですと。そういった方にもこれは、まあ、ある意味ローファーの延長線というか、はいはい、にあるスニーカーなので全然大丈夫ですと自信持って、まあ、おすすめできる、まあ、モデルじゃないかなと思います。はい。で、色もめちゃくちゃいいんですよ。いいっすねこれ。これはね、色もやっぱ良くて、はい、もう外さない、もう絶対的定番として、はい、まずブラックです。ブラック、もうこれはもうまずはやっぱり一番人気というか、これまでも外さないとこだと思います。はい。やっぱもう使い勝手よく、うん、まあ、シーズンも関係なくいいよねと、はい、っていうのでは不動のエースっていうとこだと思うんですよね。うん。ただ今回僕個人的に一押しはこっちのカラー、はい、いやーそうでしょうね、ライトグレー。うん。これ今までパンダでやってきたのは実はグレーやったことあるんですけど、はいはい、実はもうワントーン、まあ、暗めというか、もう少し重ためのグレーをよくやってたんですね。はい。で、今回はこの初めてやったんですけど、こうライトグレーのカラーが抜群に良くて、いい、なんかね、グッと高級感があります。あります、うん、リッチ感があるっていう感じですね。うん。そうで、グライトグレーのこの足元っていうのもなんか最近うちとかでもね、まあ、デニムもそれは大好きですよ、定番でと。はいはい。で、よく黒のパンツとかも結構履くので、うん、まあ、そうなった時にこのグレーのスウェードのスリッポンってなんかよく合わせが本当しやすいなと思ってて、うん、なんかで足、じゃあ真冬になってきた時に、じゃあ秋冬でちょっとわりかしこう重ための主役のジャケットアウターとか着た時に、まあ、この辺の足元にグレー持ってくるだけでもものすごくちょっとこうなんか華やかさも出るというかですね、洒落てる、重たくなりすぎないスタイリングの、まあ、いい強調を出してくれるという意味で、個人的にはこのライトグレーが、まあ、惹かれてるっていうところもあるんですけども、うん、一押しです。はい、っていうところでスタイリング編なんですけども、はい、今回まずはグレーですね、はい、グレーに関してはこれ今着てるのはヘルノの、うん、まあ、セットアップですね。セットアップ、まあ、いわゆるストレッチナイロン系のセットアップでございますと、はい、まあまあさっき言った通り、まあ、このね、どうしようか品があって、うん、綺麗なスリッポン型なので、はい、まあ、ジャケットスタイル系にもいいよねっていうところですよね。いやー合いますね。で、まあ、最近やっぱこういうセットアップ系の流れはやっぱありますから、はいはい、まあ、ここで革靴もね、もちろんいっちゃってバリバリ OK なんですけども、はい、まあ、そこに無理せずっていうところでいくと、やっぱ足元のこのスリッポン、うん、まあ、この辺は、まあ、今これ足元はグレーを持ってきてますけども、はい、まあまあ雰囲気もあるし、うん、軽すぎないっていうところですね。うん、なんか安っぽいスニーカーに見えないっていうところがやっぱ相性的にはいいとこじゃないでしょうか。うん、はい、まあ、というところでこっちはまあ王道なブラックですね。はい、うん、はい、まあ、ブラックはやっぱりもう使い勝手も本当に良くて、まあ本当にベーシックですけども、はい、すごくいいと思います。ですね。で、まあこっちはちょっとよりカジュアルな雰囲気というところで、うん、これはヘルノのニットベスト、これはちょっとまた別の機会に YouTube でご紹介ぜひしたいなと思ってます。はい、はい、に、もうグレーデニムに、ブラックというところで合わせてみてますね。うん、まあ、やっぱ、黒の足元ってやっぱ締まるので、ですね。はい、まあ、よりまあ大人っぽく、まあ、楽しめるカラーの、まあ、外せない、やっぱり、うん、一足じゃないかなと思います。はい、まあ、というところでね、スタイリングを組んできましたけども、はい、使えるね。これはすごい。これは使える。うん、もう本当にまあまあまあ、要はスニーカーをどちらかというと今まで履いてこなかった方々にも、はい、まあまあ、要は普段革靴履いてるんだよねみたいな方にも、うん、これは自信を持ってお勧めできるし、うん、まあ、もちろんスニーカー大好きでスニーカーばっか履いてますと、はい、でもちょっとこう今までよりは少し大人顔なスニーカー欲しいかなみたいな思ってた方にもですね、
これはもうドストライクで絶対ハマる使えるまあとにかくまあヘビロテでね、あの活躍してくれるような、一足じゃないかなと思います。まあ、特にまあ今まで前のね定番的なものをスリッポンペリコのペリコサリーのスリッポン持ってますみたいな方にも、はい、まあ全然違う印象としてね買い足しというか、いいね、でも自信持ってお勧めできるものじゃないかなと思います。はい。はい、っていうところで、まあこの動画では、まあこの秋冬に向けての、まあ新顔スニーカーっていうところでご紹介させていただきました。はい。はい、ぜひぜひご注目いただければなと思います。はい。では、じゃあこの動画終わりますので、次の動画でお会いしましょう。はい。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。